立派な船ね。だろう。王都のあるミッドガンドレオまで遠石や硫黄を運ぶ船だ。知ってるか、遠石ってのは星稜が開発した新しい爆薬の原料でな、そのおかげで強力な大砲や爆弾が作れるようになったんだ。爆薬、物騒ね。物騒だが必要なものだ。ゴーマもだが、人間の海賊や盗賊も増えてるからな。だがおかげで遠石の需要が増えて、ヘラビーサは豊かになった。雪に閉ざされたこの町が栄えているのは遠石あってこそ。文句を言ったら罰が当たるぜ。この船、王都に行くのよね。頼んだら乗せてくれる？そりゃ無理だ。商船組合が業務を止められていて船は動かせない。それに希少鉱物の輸出船には大魔師様が警備につく。部外者の乗船には清涼の許可がいる。ずいぶん厳しいのね。まあな。だがそれが清涼が決めた規則だ。人間が生きていられるのも清涼あってこそ。文句を言ったら罰が当たるぜ。やれやれ、どこまでも氷と雪ばかりだな。寒いの？いいや。お前はへそでも冷えるのか？別に。っていうか、どこ見てるわけ？おっとすまん、そういうつもりはなかった。
そうか。お前はまだ恥じらいとかそういう感情が残ってるんだな。お前はって、じゃああんたは？ああ、人間らしい感覚がだいぶなくなってる。ゴーマってのはそういうもんだと思ってたよ。人間の感覚が消える。それでも俺が俺である根っこは変わらないがな。相変わらず神髄もうまいのもありがたい。そう。馬をかけさせないで。片付いたみたいに行くわよ。ごめん。お、こんな場所に花が咲いてる。けなげだな。プリンセシア。おお、なかなか雅な名前だな。姉さん。そうか、全員担当の土地に着いたか。はい、皆準備を整え、例の時を心待ちにしています。間もなくだ。よろしく頼む。もちろんです。あなたなら必ず成し遂げられますよ。なさなければならないことをなす。どうした、ベルベット？あ、邪魔しちゃ悪いと思って。遠慮する必要はないだろう。これはお前の姉さんの墓だ。そうだけど、セリカ姉さんが一番好きだったのは兄さんだし、アーサー兄さんが一番お姉ちゃんを愛してたと思うし。家族に順番なんかあるものか。セリカもお前もライフィセットもみんな俺の大切な家族だよ。みんな家族。もうすぐセリカの命日だ。今年も岬に行ってプリンセシアの花を摘んでこないとな。うん、きっとお姉ちゃんも喜ぶよ。ああ、
そうだといいな。よくあんな嘘。そういえば花には花言葉ってのがあるんだよな。こいつのはなんて言うんだろうな。裏切りよ。ほう。刀の錆にしてやる。そこや。捕らえられまい。そこや。呪い。呪い。逃げるんだ。呪い。呪い。その程度で。効果で。そこや。呪い。逃げるんだ。容赦の情け一切かけない。行くわよ。そこや。呪い。そこや。呪い。そこや。呪い。せいや。飛炎冷却。呪い。せいや。生きれるか。捕らえられまい。捕らえられまい。そこや。無理だ。呪い。せいや。生きれるか。そこや。呪い。飛炎冷却。その程度で。生きれるか。生きれるか。食らい尽くす。片付いたみたい。行くわよ。集落がある。聞き込みしてみましょう。一気に片付ける。そこや。呪い。いいかせん。捕らえられまい。そこや。呪い。次。一度出た。セーブ。楽な戦いばかりじゃ修行にならんな。